はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、今日の10名さんですね。はい、なんか四国で、えー、激変が起きています。はい、えー、14秒。えカ、ー、かか銀行、なんていうのかな。あー中華のカに夏ですね。えー、そこの銀行が12月1日から外資のね、 えー、取り扱い、個人の取り扱いをやめるということです。外資の取引、個人の取引の取り扱いをやめると発表しました。はい。ここかなり大きな銀行です。はい、40秒です。国内のね、鉄道関連の駅で芸能人のポスターを貼ってはいけないと発表されました。はい。 ああ、ま、これもあの一貫ですね。はい。1分5 0 1分15秒ですね。えー、台湾からね、えー、こちらに来る人たちですね。あの、大陸の方に来る人たちの対策です。えー、そこで、あのー、C 国政府はこういうことを発表しています。どんなことがあっても、枠林庫はやるな。 私たちは君たちのために証明書を発行する。えー、例えば、老人とかアレルギーの診断書を作るから、絶対に枠輪をしてはいけないと言っています。はい。どういうことなんでしょうか。1分30秒。ローシアシアのね、プーチンチも、私は教養は反対だと述べています。はい。えー、まあ、あのー、暗記賞ですね。暗記賞は2日前まで枠輪行を推奨していました。 はい。えー、共用すると言っていましたが、突然今日になって1分45秒のところです。はい。ここも見に行ってください。えー、1分45秒ですね。枠林湖は共用しないと訂正にしました。はい。えー、2日前とまるで違うことを言っています。はい。そして、えー、調査ですね。調査の地下鉄です。えー、そこでも2日前まで枠林湖のパスパスが必要と言っていました。 はい。えー、2分12秒です。はい、見に行ってください。2分12秒。枠林をしたかしないかは、もう調査しないことにしたと言っています。そしてもうパスもいらないので、申請しなくてもいいですよと言っています。はい。何なんでしょうか、この変化は。はい。次々変化が起きています。2分22秒。一番黒いね。 黒い場所です。えー、河南省や湖北省ですね。えー、あれやあれの発生の地ですね。ワクリンコ共用の政策を取りやめると発表しました。はい。久々に、えー、次々にあの、ワクリンコを取りやめています。はい。 どうなんでしょうかこれはね。トラさんですね。枠林庫はいいものだけど、自発的にやるべきだと言ってます。今、あの、四国全体がこの方向に向かって、えー、いるということです。強制からこの自発的ということに向かっているということです。そして、えー、パスパスはいらない。枠林庫したかしないかはもう調べないと言っています。なんでしょうかこの次々に起こるこの変化の 数は、はい。すごいですね。はい。えー、3分58秒ですね。えー、今日ですね、四国の、あのー、C 国版のね、あの、小鳥さんですね。小鳥さん。はい。ウェイポーでね、多くの人たちが、白いね、白いね、血の病になっていると、つぶやいています。しかも、ワクリンコ子をということですね。えー、普通だったら、こういうことは、あの、掲載されないで、 えー、すぐに削除序長となってしまうんですけど、これが削除序長にならないで流れているということです。つまり、風向きが完全に変わりましたよということです。はい。ちぃちぃのね、解体はもうすぐです、多分。はい。6分9秒ですね。6分13秒です。アメ国の一人の軍人がね、もう嫌だ。と退職すると言ってます。しかもですね、9月11日付で、 この軍人さん17歳です。はい。17、そう、9です。そういうことですね。七、えー、7分4秒ですね。カリフォルニアの神数えですね。えー、今の、えー、知事ですね。えー、罷免されました。はい。神数えをするということになっています。そして、えー、カリフォルニアでね、トラをね、支える知事を選ぶっていうこと。これが重要になっているということですね。 はい。まあ、いろんなことが出てきています。はい、えー。8分19秒ですね。マクラ兄さんですね。マクラ兄さんはカリフォルニアの神数えで、ケビンちゃんを僕は応援してますと言ってますね、えー。8分20秒からです。 はい、えー、必ずね、時間メモしてくださいね。で、その時間のところで見に、見てください。えー、画像があります。この人はね、現地時を罷免するのに必要な署名を集めた功労者です。はい、8分35秒。はい、ケビンさんの集めた署名、18インチも高さがあります。この人は、トラさん必死時で、左側の人間ではありません。しかもね、あのー、 素晴らしいことをしています。で、話題は変わりますがあ、8分54秒ですね。カリフォルニアの山火事です。なんと、民の首都の人たちですね。山火事の前に、この土地,地から逃げていました。引っ越してました。はい、良い例が8分59秒からです。ある民主党員ですね。山火事の前に家を売ってしまいました。はい。どういうことなんでしょうか、ということです。はい、そしてですね、えー、うん 9分37秒ですね。はい、九分十七秒あ。民主のね、党員の人たちです。あラリーという人物をね、えー、起用することをしました。はい、この人はね、実はピラピラとーチーチーピー側の人間です。はい、ピラピラとチーチーピー側の人間です。 はい、えー、10分の6秒ですね。ラリーちゃんはね、神数えのリーダーに、えー、マーさんというね、えーえー、C の国の人を起用しています。この人実はですね、1998年に、えー、10分ですね、10分11秒のところです。見に行ってください。クリクリさんのところでね、 えー、仕事をしていたと自ら明かしています。しかもですね、10分17秒のところです。はい。えー、このね、河野のたんさんのところでもね、仕事をしています。はい。こういう経歴を持つ人です。わかりますよね。そういうことです。はい。そして、えー、 10分24秒です。なので、ラリーですね。絶対あっち側です。ラリーは、マーさんを通じて、えー、カビ銀行、えー、と、中、チャイニーズアメリカンバンクですね。えー、カビ銀行のね、CEO のチャオともね、関係を築いています。はい。そして、カビ銀行は、あブラックストーンとも密接な関係を持っています。はい。 えー、実は世界中にこの枠林庫を送っている背後には、このブラックストーンが関係しています。そういうことですよ。はい。えー、こ、そして10分47秒ですね。ま、す、まだまだ出てきます。この CEO のね、カビ銀行のチャオのね、姪っ子です。姪っ子が10分47秒に出ています。 はい。えー、必ず見てください。この指示された時間のところですね。えー、この人です。そして旦那はこれです。一緒に映ってます。旦那です。わかりますこの人です。裏切り者です。はい。11分14秒ですね。ケビンですね。ケビン、またあの、いい方のケビンさんですね。2014年にね、フォアウェイと戦ってます。はい。えー、私たちは、あ正解を選ばなくてはいけないということです。 はい。まあ、これはカリフォルニアの人にね、特に、あの、必要なことですね。12分9秒ですね。一人のカリフォルニアの教師ですね。えー、ひどいことやってますよ。アメリカ国旗がうざかったんで、こっちに変えたとレインボーフラッグを。これ、レインボーフラッグ、闇のイルミナンチャラのね、え一、ー、つの象徴ですね。 はい。そういうことです。はい。12分45秒。バイジーさんのね、アフアフガーンのことを聞かれた時の態度です。はい。12分45秒です。はい。見に行ってください。はい。そんなこんなでもう変化は起きています。これからね、えー、9月にね、大きな変化が、あー、待っています。はい。えー、それでは皆さんまた。 ごきげんよう、う沖縄おばばでした。今日もいろんな変化がありましたね。しかもね、あの、C の国のね、あのー、枠林湖、リンコはもういいですよ、もう、証明書もいりませんよ、というい政策が次から次へと施行されているのには本当に驚きました。はい、えー、日本でも早くそうなってほしいものです。それでは皆さんまた、沖縄おばばでした。